これから言う話が嘘か本当か、あのさっきね SDR の話出ましたね、ええ、IMF にまあね、ええ、いやあの IMF の理事長のラガルドっていう女ね、フランス人と、あれがその中国にいてこまされてるって話、うん、あのやってること見るとね、みんな中国のためばっかりやってるんだあいつね、あの女、IMF ってどういう構造になってるかっていうと、うん、あのまあ、ご承知の通り、あのなんか、まあ、専務理事っていうの、専務理事っていうの社長ですね、プレジデント、あ、なんだっけ、エグゼクティブなんとかっていうの、ディレクターっていうのが、それがあのヨーロッパから持ってくるんですよね。それで、IMF と責任っていつも裏側なんだけど、あの世界銀行はアメリカが持ってきて、はい、それでいつも両方で一緒にやってやるんですよ。うん、やるんだけど、IMF の方はいつもヨーロッパから持ってきて。うん、っていうので、そういうふうな歴史があるんですけどね、まあ、そこにいる人って案外なんかね、本質的によく分かんなくて、あのだから国際通貨の話なんかっていうのをよく理解 してないか、自分ができるかと思って勘違いしてるのにって、うん、まあ、その次に行くと財務省のやつも言ってるんですけどね、うん、財務省もいつもあの出資が多いから財務省の、まあ、莫大ポストになっててやってるんだけど、うん、もう財務省自体がね、中国が結構好きなやつが多いんですよ、はっきり言うと、うん、中国派が多いの、うん、それでね、だからね、そこでね、いつもね、うん、きちんとしたことやらないんですよね、うん、ハニートラップに変わってるじゃないですか。いや、ラガルドが、それはね、ハニートラップにはラガルドはかかんないですけど、その前のね、あのなんだ、ストラスカンダル、あれはかかりましたね。あれは見事にかかって、スキャンダルやられたんだよね。あのね、正直言うとね、財務省でね、かかってるやついます。日本の？いますよ。私ね、あのね、実は財務省にいた時に中国に出張に行ってね、その時に某高官って言ったわけ。それで某高官で行くと、某高官だから実は大臣扱いなわけ。だから私はその某高官の、あの何て秘書に託して行ったから、北京空港に着いた時に、そこに中国の人の車がポッて来て横につけてね、空港で、でそのまんまタラップを降りて、そこの車に乗ったら、そのまんまブワーッとあの一気に北京の中まで行きましたけどね。前にあの白バイが何台も先導してくれて、だそういうふうに役所の方はあの大臣級を受けるんですよ。それはなぜかというと OD を出してるから。だからこれは財務省の役人はあのやりやすいわけ。それで長距離泊まってるんですね。あの周り全部長魚台でしょ、役人ですよ。それでね、あの長魚台ってね、あの周りに全部ね、なんか銃構えてる人がいるところだと思う。で私でその二人で、そので車の中で一人で長魚台に行く、一等そうそう、もちろんね、全部盗聴されてんだけど、そしたらね、私なんか夜ね、全然頼んでないのにね、妙齢の人が来るわけ、うん、怪しいでしょ、マッサージとか言ってくるんだよ、そうそうそう、人本当に、なんか通訳するときに耳舐めるっていうのは本当なのかな、いやいや、それだからね、本当にその長距離台に連れて行かれて、ね、美人通訳がそういうのが来てびっくりしたことある、耳元で、それで男性だからいいんですけどね、私なんか女性で長距離台に泊まったんですけれども、男は来なかったですその時に、ね、言わずに男は来ないみたいですよ。いや、そんなことは頼まないからいけない。いや、私ね、本当来ちゃってね、それはだから追い返すのは大変でね、あのそれは私は義務、あのなんかね、やっぱり幹部の人と一緒にいなきゃいけないと思ったんだけど、その幹部の人をちゃんと心得ててね、いや、ちゃんと知ってたんですよね、そういうの来るでしょ。だからね、奥さん連れてて、奥さんと一緒にいて、それはね、そういうふうに言ってた。だから、あ、高橋、お前危ないから気をつけろって言われた。だからそれは多分ね、良心的な人だった。でもそれはね、全部が良心的だと思えないんで、多分引っかかってるのは私の聞いてる人がいました。ついでにね、この話ばっかりすると、うん、一つだけね、あの確認を込めて聞きたいのは、アジギンですよ。アジギンの財務省関係者も非常に親中ですからね、こう言っちゃ悪いけど、名前すぐ浮かびますけどね、まあ、だから日銀総裁とか今のあれ中尾、まあ、名前はちょっと消してくださいね、あの今の総裁もそうです、今の総裁中尾って私と同じようによく知ってますけど、まあ親中ですはっきり、うん、それでね、あのアジギンもすごくあの中国フレンドリーですね。だから今回でもあのなんか、AIB でもうちょっと対抗しろっていう話を結構けどんですよ、うん、で仲良くっていうパターンが多いですね、うん、なんか気持ちよいし、やるやるって言ってるんですよ、アジキンの方が、うん、本当はあの AIB の方のが調達コストが圧倒的に安いんで、うん、だから調達コストなぜ安いかっていうと、日本とアメリカが出資してますよね。そうすると日本とアメリカの国際レートになるんですよ。それで中国の AIB は実は中国出資ですから、中国の調達コストになるんですよ。そうするとね、国際社会、国際金融の社会では実は
やっぱりね、国の差が出ちゃうんですよ。これは市場原理だ。でだからあの AIB の、 あの調達コストもはるかに高いんで、 AIB の貸し出し金利もはるかに高いです。だからアジ銀がもし真面目に同じ案件をやったらですよ、絶対にみんなアジ銀に行きます。多分ね、あの5度っぽい違うと思う。そうそう、この間あれですよ、スリランカ 6.5% で借りてるというか、僕はびっくりしたんですよね。 6.5% も低いぐらいで、なんか、いや 10% ぐらい、あの、ね、スリランカだったら、日本がアジ金だったら 0.5 から 0.7 1% 以下です。だからそのくらい本当に氷菓子というか闇金みたいなんだけど、ことをねやるらしい。それでさらにそれで返済が猶予あの滞ると、じゃあ領土を取っちゃう。普通の国際金融のルールは、あの返済が滞ると実はリスケって言って、あのちょっとまあ一応ね、あの援助みたいな話でしょ。だからリスケって言って、こうこの返済をちょっと猶予してあげるって普通なんですけど、そういうルールじゃないんですよね。だからサラ金ですよね。全くそうですよ。だからあの麻生さんが、私サラ金ですって言ったら全く正しい。だからそれでね、今日のテーマの最初の問題と同じことなんですよ。要するに借金して金貸す、金あの買収するわけでしょ、だから AIIB も借金してそれに金利上の設定貸してるわけですよ、もう同じパターンなんですね。だからそれは高橋さんがおっしゃったように、だってあのジャンク債ですからね、 AIIB 債なんて多分あの国際金融マーケットで記載できないんですよ、できないですね。それ前からおっしゃってましたね。できないからね、それはなぜかっていうと、中国がバックにいるからレートが高くなっちゃうんですよ。それでそうするとだから中国の方が何やるかっていうと、格付け機関を接待してそこ格付け機関にあの伸ばしちゃってなんかで、そこでやったんですよ。でもそんなのね、国際金融だったらみんな分かってるから、それ最終的には中国系が全部引き受けてるんですよ。はっきり言えば普通の国際金融の普通の人は引き受けないです。だってそんなのバカバカしいでしょ。だからみんな中国の方の、 あの息のかかった人しかやらないですよ。だから実はそういうの中国で息のかかった人がやりたくて、貸し出しもそういうのやりたいから、あのなんだっけ、一帯一路がある、それで中国圏の中だから完結するでしょ。だからそれがでももうはっきり言ってうまくいかないですよね、こういうのやり方。そういうね、今高橋さんがおっしゃったの実態はね、日本の新聞書かないんですよ。日経をはじめね、産経ですらほとんど書かない。 だからみんなほらバスに乗り遅れるのが出てくるわけですよ。あの時にね、私日経のね座談会に行くのね、みんな乗り遅れだ。ほいで私は今言ったように調達コストが違うし、こんな佐々木君だって平気で言ったんだよね。まああのちょっと少なく、まだちょっといいな、安倍さんはこういうふうに言ったら、もうそう分かってるよと、そういうふうに。だからあのそれで私あのほっといたら、あの中国からあの助けてくださいって来ますっていうふうに予測した、そしたらやっぱり来たっつってた、あのなんかなんとかしてて、でそれはだから蹴ったと言ってました。だからあのトップ安倍さんは結構分かってるんだけど、周りの人はみんな違うこと言ってたよって。